埼玉県出身22歳の和田すみれです。よろしくお願いします。カメラマンの山ちゃんです。今日はリンゴルフで今やってるトーナメント、はい、リンゴルフフューチャーズトーナメントで優勝した和田すみれ選手に来ていただきました。2年前ぐらいにもね、はい、実は優勝して出ていただいてるんですけど、はい、去年、はい、まあ、なんと2回優勝して、はい、しかも年間でポイントは1位です。だよね、はい、ってことで、まあ、会場は埼玉県の越谷市にあります、はい、P&A ゴルフスタジオ様をお借りしてます、はい、私がサポートしていただいている P&A ゴルフスタジオ様は、月額制の通い放題の、インドアのゴルフスタジオで、入会金都度の座席料駐車場代は全くかかりません。月額料金の割引などもあります。最初試してみたいなという方は50分の施設利用の初回体験無料がありますので、そちらでぜひお願いします。専属プロによるマンツーマンレッスンもあります。私も専属プロの西村さんにコースマネージメントレッスンやアプローチなどのレッスンをしていただいているので、初心者の方も大歓迎ですので、ぜひ皆さん通ってください。まあ、まず1本目はクラブセッティング紹介、はい、で2本目は最近やってるパターの練習方法、はい、3本目は最近教わったアプローチの方法、体験教わったのをそのままみんなに教えるっていう、はい、はい、そうですそうですねって感じで、今日まあ、今回は3本やっていきたいと思います。と、はいうことで、はい、では3本目で、はい、ちょ最近、はい、教わったアプローチをね、はいはい、もうみんなに広めたいと思います。水族プロの西村さんから教わったアプローチのラフの時の練習打ち方を披露したいと思います。はい、ありがとうございますそもそもが教わる前はなんかどんな悩みとか、はい、何かがあったんですか？試合中になんかこううまくいかなかったとか。まあ、基本普通にラフとかじゃなくて普通のところだったら、まあ、その前練習してたまっすぐ打って、まっすぐ打つイメージで全部打ってたんですけど、うん、そのラフとかその難しい逆目とか入った時に、うん、なんか逆目のラフとか一番苦手で、すごい打ち方どうしようって悩んでたんですけど、特にフェース開いたりとかそういうのもせず普通に打って、まあ、強い球で打っちゃってて、でそれだとなんかピンが遠かったら、エッジからピンが遠かったらその、まあ、足を使って打てるんですけど、近かったりするとやっぱりなんか、まあ、結構遠く行っちゃったりとか、そういうことが多かったのが悩みだったので、と教えてもらって新しい打ち方っていうか引き出しを増やすみたいな感じで、はい、教えてもらいました、はい、なるほど。ってことは、まあ、今日打つのはちょっとまあ平らなとこだけど、本当はこういうところ、まあラフそういう感じ、このぐらいの、はい、ラフみたいな感じでお願いします、はい、普通のラフの時の打ち方、うん、フェースを少し開いて持って、でクラブを上から少し鋭角に落として打つんですけど、その時になんかグンってやんないでゆっくり振るイメージで打つとスピンがかかりやすいって感じです。やります。このなんかちょっと開くっていうのがなんかポイントになりそうですね。はい、ちょっと開くとなんか抜けがいい、うん、で。でも伝わる普通にこう優しいアプローチになってるのがすごい伝わる、はい、その優しいアプローチの打ち方がその
2つのポイントなのかなっていう感じがすごい伝わります、はいはい、なんか逆目の時はそれでインから入れるとなんか打ちやすい。私今練習中なので、うんうんうん、うまくできないんですけど、うんうんうん、でも逆目の時インから入れるといいみたいです。はい、ちょっと痛いです。これちょっと結構難しそうです。難しいです、ね、ただいつもの自分の軌道でこうちょっと意識して落とすのとちょっと違うから、はい、逆目でやっぱ上からガツっていっちゃうと飛ぶ飛ばないって感じですね。はい、飛んじゃったとか逆目だと、はい、はいはい、カツンっていっちゃったとかザってなって飛ばなかったをインから入れることによって、まあ、大体その入ってくる角度が、あ、そういうことか。もう飛ばない一択にしちゃう。はいはいはい、そういうことか、はい、そういうことか。飛んだ方を防ぐとか、はい、ミートさせやすくする、そうです、確率をすごい上げるってことです、はい、なるほどっていう感じです。語彙力がなかった。あ、でもでも、ね、はい、理解した理解した理解した、はい、実際のアプローチ上ですごい練習したくなりますね、芝からね、はい、作っちゃいましょうよ、庭。あ、ラフラフラフ。え、これラフ？ラフ。あ、なるほどね、うん。え、これできるんですか？それ、うん。確かにもう一択感がありますよね、はい、この辺、はい、うまい、優しい。え、こんな感じですか？こんな感じ。一回一回確認する、うん、まあでもこれでね、ラフからでもこう、はい、さっき言ってたね、ちょっとこう優しいアプローチじゃないとピンの位置で難しくなっちゃうもんで、ね、これがあるとだいぶこうやりやすい。はい、もう僕はいつもみんなにこういうのを聞いてこうどんどんこうしてまた一個練習法が、また一個、はい。じゃああれですね、前お会いした時に教えてもらったのにプラスちょっとこうラフからの時とか、はい、ちょっとこう優しいアプローチも、はい、ちょっと今身につけて、はい、どんどんあれですね、レベルアップ、レベルアップしていきたいと思います。はい、はい、そうです。そうで、アメリカに行った時になんかアメリ、はい、なんか海外もやっぱちょっとセッティング違うってよく言うじゃないですか、うん、なんかそういうのもなんかちょっと教えてもらえるとすごいなんか嬉しいし、うん、ちょっと聞きたいところはありますよね、はい、そうですね、うん、まあ、あっちあっちで竹内さんが撮ると思うんで、はい、まあ、みんなそれをちょっと見て、はい、もらえればなって思います、はいはい、って感じで、まあ、今年はまあ今撮ってるのが5月なんですけど、はい、スケジュール的にはマイナビとか、そうですね、今はマイナビネクストヒロインゴルフツアーを主体に、うんうん、あの他の藤井かすみさんが主催の試合だったり、うん、ATP ツアーとかそういうミニツアーで試合にたくさん出て頑張ってます、うん、とにかくもう出られるものは全部出て、はい、出られるものは全部詰めて出てます。でその後クレテストです。はい、はい、分かりました、ありがとうございます、はい、じゃあちょっとそんな感じで、はい、まあ、色々あの、まあ、リンゴルフも出ていただいたりとかしてるんで、はい、ちょっとご活躍を応援してます。はい、はい、ありがとうございます、はい、じゃあそんな感じで今回は和田すみれ選手でした。はい、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございました。